矢沢、二刀流封印。日本ハムの投打二刀流矢沢康太、今オフは打者メイン、外野手として準備していきたい。春季キャンプが始まる2月1日から野手で勝負できるようにと言われている。しっかり動けるように外野手として準備していきたい。投手の練習は今後も継続する予定。キャンプで投手に時間を割かないくらい2月1日までには投げて、キャンプ中は投手として投げなくてもいいように。今後も球団と話し合いを重ね、自身の方向性を決めていく。センター問題解決か。野手に比重置くけど投手としても諦めない。まあこれでいいんじゃね。建前としてはまだ諦めてないけど、ほとんど打者メインでやります宣言。投手としてはフォーク覚えるって記事もあったから、投手としても諦めないだと思うよ。ただチーム事情で今求められてるのが外野っていう。ここでもほとんどがセンター育成推進派だったし、朗報かな。上原で二刀流挫折、名目上は辞めないのやり方を確立してるからな。そういう意味では上原は無駄じゃなかった。お、もう一本か。か、ずるずると二刀流引きずるより判断が早くていいね。明らかに野手の方がセンスあったもんな。セカンドゴロをセーフにされた時はビビった。矢沢は体でかくないのにパンチ力あるからな。守備はできるから打撃がジェネリ。吉田正尚になれれば最高やね。柴田がこうなるのが怖いんだよな。大谷みたいな飛び抜けた才能がない限りは二刀流なんてしない方が誰にとっても良い。強な左出しピッチャーの方が試合に出れると思うけどな。結局二刀流なんて大谷にしか無理なんだな。